ミルアカミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。今日もご視聴ありがとうございますということで、今日はこちらの台所事情セレッソ大阪編です。よろしくお願いいたします。お願いします、毎回やっておりますこの全チーム横断シリーズでございますと、カテゴリーも問わず全部やっております。来たからセレッソ大阪編でございますね。そうですね、はい、うん、これ収録が10月17日月曜日の夜にやってるので、はいはい、まあ、いわゆるこれからですね、うん、まあ、今週の終わったところ、まあ、週末のところでルヴァンカップ広島戦なんてありますけれども、ちょっとね、まず皆さん、うん、まあ、そのルヴァンの話はまたちょっとプレビューとかでしようと思うので、こっちに置いときますけど、うん、そうですよ、これからの時代、うん、2020年代のその中盤から後半にかけてか、セレッソ大阪が今のその川崎フロンターレ横浜 F マリノスのところに行くんじゃないかなと、言われて、優勝争いに毎回顔出してるし。なるほどね。確かになんかその兆しも近年ね。はい。そうなのよ。まあ、それがなんでなのかってところと、はい、あと現状のメンバーどんなメンバーいるのかなとかってところ、来年に向かってってので見ていただきましょう。お願いしますよ。まいります。はい、うん、ということで、ミルアカ毎日やっておりますチャンネル登録、まだの方ぜひよろしくお願いいたします。はい。お願いします。では、今日のシート、こちらでございます。ドン。見ましたよ。はい。はい。うん、左側にいるのが、まあ、今シーズンの、まあ、主なね、まあ、番手表プラス、まあ、そこのポジションの方ですよ。っていうところです。うん、そして、右側ってのが、まあ、台所事情表と呼ばれるものになっておりますと、はい。はい、そうです。これ、表の見方なんですが、うん、ピンクのところが一番左ですね。ゴールキーパーになっておりますと。うん、はい、で、右に行くごとに、まあ、青センターバックタイプ、水色サイドバックタイプ。うん、で、オレンジが守備的なミッドフィルダーになりまして、はい、黄色がオフェンシブなミッドフィルダーでございます。そして、黄緑がウィンガーサイドアタッカーになり、緑が、まあ、一応真ん中目なね、センターフォワードタイプとなってますよ、ということでございます。はい、はい、うん。ということでございます。縦軸は年齢、生まれ年、オリンピック刻みでございます。パッと見飛び込んでくるこの表でございますけどもね。はい、ということで、今日もやっていきましょう。はい、まあ、右中心に、まあ、左も見ながらというところでございます。で、まあ、本当は各ポジションっていきたいんですけど、はい、まあ、先に言わなきゃいけないことがあって、セレッソだけ、ちょっと表、右の表が実は一個だけ違います。うん、これごめんなさいね、セレッソの皆さん。例えば、ガンバだったらこんな感じです。ドン、うんうん。一番下の表が2004で終わってるんです。はい。セレッソだけドン。05を入れました。ああ、そういう違いですか。そういうことです。なるほど、なるほど。これ何かというと、要はこれから強くなっていくっていう理由は何かと言われたら、はい、やっぱり風間さんですね。うん、育成をね、やってらっしゃる。そうなんですよ。まあ、風間さんに関するものは、もう、なんていうんですか、もういろんな方がね、それこそプロのライターの方の記事でいろいろ書かれたりされてますから、我々も仲良くさせていただいている木崎慎也さんの記事を、ね、皆さん見ていただけたらと思いますけど。興味深いですよね。うん。ただ、その中で一つ言葉がありまして、うん、今その育ててるその子たちに関しては、うん、17歳で進路を決めれるようになれと。うん、いやー、すごいね。つったら、高3の18歳じゃないですか。うん、はい、はい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 。その1年前、高2段階で完成させるんだと。うん。で、それが今の世代から下に関してはもうそうなっていくと思うので、うん、もしかしたら我々からしたら北野颯太選手なんてね、いわゆる去年トップチーム上がってきましたけど、はい。17歳段階で。なるほどね。セレッソ、そういう人が増えてくるでしょうね、これからね。これはね、どう違うの、そこっていうのは。まあ、1年入ってのはもちろんありますけれども、はい、うん。仕上げるっていうのは、プロでやることを基準として自分でも当たり前と思いなさいと。まあそういうことですよね。うん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 、あとは、いわゆる人によっては逆に大学を経由した方がいいっていうふうに考える場合もあると思うけど、それはそれでいいと。で、それが、ね、必要だと思うならそっちでもやれるよ、うん、それは成長のね、流れにもよるだろうしね。そうなんですよ。ただ要は、うん、まあそっちの細かいところまでは。ヨーロッパ基準の育成ってことでしょ、要はスピード的に。だなと思うし、うんうん、結局その中から出てきたのが僕、川崎フロンターレでした、ね。の、うん。風間さんがおやめになられて、ドンとその後ですよね。はい、いわゆる育ててきた種が、まあ、ダーンって今こうやって、目として出てるのと同じように、うん、セレッソも育成からそうやって芽が出てて、指導者も育ててって、うん、多分やってくると思うから。うん、いや、これね、そう、監督で育てると、うん、やっぱ結果もあるからね。うん、もう、立場が変わってしまうこともあるけど、育成だったらずっとできる、腰を据えて。そうなんです、ね。すごいセレッソと思いましたよね。だから今のユースメンバーが、うん、それこそだから5年後とかですよね。はい。超主力になってる時には、うん、そのユース組だけの11人で優勝争いとかね。すごいですね。あるかもしれない。なるほどね。ねはい、うん、となっております。というん、ことで各ポジション別見ていただきましょう。まあ、左から行こうと思います。ゴールキーパー、うん、まあゴールキーパー、まずキム・ジンヒョンさんがね、うん、ね
すごいですから、うんうん、これガンバなんかもそうですけど、やっぱりすごすぎるベテランが1名いるので、そうですね。あとはその下をどうするかっていうところなんですよね。うんうん、今年はキム・ジンヒョン選手がちょっとね出られない時とかもありましたけど、はい、清水選手が出たってこと、いわゆる30代組で出てた感じ、ね、うん、流れになりましたから、うん、そろそろやっぱり10代組とか20代組で何かしていきたいってところ。そうですね、うん。そんなところに今ユースの春名選手。春名選手。多分今後、来るんじゃないかなっていうところがあるので、はいはいはい、もしかしたら、まあもちろんすぐにね、急にそこからバトンタッチはないかもしれないけど、うんうん、まああるんじゃないかなってので一人入れさせていただきたい。なるほど。はいはいはい。はい、続いてことセンターバックでございます、うん。センターバック一個考えなきゃいけないことが出ております。あら。今のヨニッチ選手と、まあ本当のメインは西尾さんなんだろうなと思うんですが、うんうん、まあやっぱり瀬古選手抜けて以降なかなかね、いわゆるヨニッチの相方ってところがなかなか定まらずに来たかなというシーズンでしたと、うんうんね。まあ怪我もありましたけどね、皆さんね。はいはいはい、ただ西尾選手、やっぱりね、うん、アンダー21の立場も考えると、うん、海外。ヨーロッパ。そういうことか、そういうこと。空いちゃうかもしれないってこと、そのスペースがね。そうなんですよ。出世によって。だから誰か飛び込ませないといけないってことですね。そうなんですよ。だ現状だったら、例えばあの河合選手、今ね、あの、アンダーとかユースの方いますけども、はい、彼が今後やってくるかなっていうのはちょっと見える部分ではあるんですが、なるほど。とはいえ、やっぱりちょっと中堅とか、あとこのね、97、89あたりのところに一人欲しいよね。でしょ、うん、うん。だって西尾選手がそうなった場合には、もしかしたら補強一人があるんじゃないか、はい、なるほどね。はい、思われます。はいはいはい、はい。はい、続いてサイドバックでございますと。はい。サイドバックに関しては、右に鉄人松田陸がいるので。そうですね。うん。彼が元気である場合には問題なさそうだと。うんうん、うん、で。しかも今、サイドハーフ主にやってますけど、ね、去年長崎ではサイドバックやったマイクマ選手もいますから、うんうんうん、まあ、右はちょっと大丈夫と。はい、はい、はい。で、左に関してはみんな実力者、丸橋、山中、うん、船木といるので。ああ、そうだね。いろんなタイプが。ここは、取るってちょっと考えづらいですよ、ね。まあ、次世代を考えればっていうことは、ま、一つあるんですけど。まあ、唯一あるけどね。うん、ただ、現状だと、まあ、ま、ね、そう、喫緊だとっていうところあるかもしれません。うん、で、続いて今度、ボランチでございます。はい。で、ボランチもここ、ほんと、セレッソの生命線ですけど、うん、やっぱ、奥野さん、原川さん、そして今年ね、徳島から来た鈴木徳馬さん。はい。まあ、すっごい戦ってらっしゃって、うん、もう G1 の中でもナンバーワンクラスのボランチ組になってんじゃないかなと思いますけど、ただ問題なのがちょっと皆さんお怪我ということで。あ、今そうですか。そうなんです。そこがちょっと唯一ってのがね。うん。ただそこにはね、うん、まあさ、皆さん、うん、松本なぎという。ああ、そうだね。先日甲府天皇杯取ってきたメンバーの一人がいますし、ね、はい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 。あと、岡澤浩生選手。うん、今、レッドブルブラガンチーノというブラジルで今。ねえ、はい、はいはい。ね、武者修行やっております。うん、うん。そして先日、J1 デビューしましたけども、現在高校2年生、石渡ネルソン。選手とかもいますので、あともう一人ね、今止める蹴るってところで今すごい、もうガンガン成長したアンダー17かな、日本代表呼ばれてる清水選手なんてもいますから、はいはい、だから若手組からガンガン上がってくると思うので、ここはもう大注目。なるほどね。はい、思ってください。なんかいいね、未来に期待がいっぱい持ってる、ね。そうなんですよ。ね、はい。で、中盤他にも黄色、黄緑のところ、もちろん清武選手とかね、あと、うん、まあ、出てる組とは、まあ、あと、中原さん、あと、上城さんなんかもね、最近めっちゃ出るようになってきて、うん、いいなってのもあるし、はい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 、あと今年、ベガルタ仙台のファン投票での MVP、うん、ナンバーワンになりました、中島選手。うん、はい。メンタル出てますけど、うん。そして今、トスで頑張ってる西川選手なんかもいて、うん、さらに若手では今度ね、あの、鹿児島の、上村学園から大迫選手がやってきたりだとかってことも今いろいろありますから、うん、そうですね、ベテランから若手までみんないますと、うんうん。で、あと緑のところも現状大丈夫そうってところがあって、まあ外国籍コンビ組がいたり、あとは J2 からこうね、やってきて頑張ってる加藤選手とか、うん、あと生え抜き山田選手もいて、で、今セレッソとかからね、レンタルで徳島に行ってますけど、無事2桁得点取りまして、はい、パリ世代唯一のですね、はい、内尾翔太選手なんかもいますから、ね、若手、中堅、そして、まあ、ベテラン、並びにユース組、まあ、どことっても結構遜色ないぐらいに。そうですね。だからこれ、強化計画の賜物っていうこともあるわけですよね。うん、言えるでしょうね。えー、だから、おそらくセレッソ一つ押しが、まあ、西尾選手抜けた時だけ、はい、まあ、センターバックもう一枚っていうのはあるんですけど、はい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 、あとはこの黄色の枠で囲った、うんうん、
ゆうすぐみさえ上がってきてくれれば、いいかなーってところはあるかなと思います。応援しやすいでしょうね、この方ね。気持ち乗せやすいと言いますかね。そうですね。ここはだからこれからの成長に楽しみな、はい、セレッソ。楽しみだと思う、このサポーターさん。羨ましいでしょうからね。本当そうですよね。はい。で、随一だと思いますとね。そうだね。はい。というセレッソ、どうなりましたか。いかがでございました。はい。ということで、このシリーズ続いていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンまでは、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということでね、ライブもあります。11月18日、新宿ロフトプラスワンでやります。ぜひチケット概要欄からオンラインライブもやりますので、お願いいたします。グッズショップも細々やっております。ぜひよかったら覗いてみてください。井上真理でした。ノーミルク佐藤でした。それでは、じゃあね。またです。